めちゃんですゴーバーハー。はい、皆さん8月ももうすぐ終わります。そして8月30日には私の大好きな風流さんから出ている夢恋夢ちゃんが卒業します。本当に初めはだらだら普通にこういうプリクラがあるんだとみんなで紹介してるつもりでした。でもなんか私にお化けが取り付いてくれていたおかげでなんかバズりました。ということでギリギリまでたくさん夢恋を使ってゆめちゃんとの思い出もここに刻んでいける、そんな配信者をやっていこうと思います。はい、ということで普通にもうゆめちゃんを取りに行くのもだいぶ飽きましたし、もうなんで正直効果ありません。ということで逆にゆめちゃん怖がらせてやろうよゆめちゃん怖がらせてやろうかと思いまして、本日逆に私はめちゃめちゃ怪我した格好で行ってしまったらゆめちゃんを驚く説やっていきたいと思います。早速やっていきましょう。それじゃあレッツガーディン。はい、ということで私の大好き特殊メイクで本日はゆめちゃんをガチで怖がらせていこうかなと思いまして、いろんなアイシャドウパレットを用意して、まず血まみれかのような、メイクをしていってから夢恋でプリを取り、ゆめちゃんを最終的に本気で驚かせる。それではですね、まずは化粧していきましょう。はい、ということでちょっとこのね顔で行くのちょっとマジで怪しまれるので、これにサングラスかけてマスクしてちょっと行きたいなと思います。それでは行きます。どうどうだ。ということでゆめちゃんと戦って私の方が怖いよってお伝えしていきます。それではまずプリクラに栄養を与えていきます。どう画面がちょっと月行くのが良かったんですよ、いつもより。